広大で緑豊かな多摩キャンパス、東京の中心に位置する後楽園キャンパス。中央大学には一人一人の知のスケールを高めていく充実した環境が整っています。人と社会を知り、自ら問題を解決する力をつける、行動する知性、中央大学。皆さんは巻貝というと海に住む貝を思われるでしょう。しかし巻貝は陸上でも淡水でも見られるのです。淡水にはタニシの仲間がおり、陸上にはカタツムリとナメクジがいます。ナメクジは巻貝の殻が退化した仲間とされているもので、例えば甲羅ナメクジではその名残として背中に石灰質の甲羅が入っています。実はこの巻貝の持つホルモンが環境汚染の問題に大きく関わってきているのです。はじめに私たちがよく知っている巻貝としてカタツムリを見ていってみましょう。カタツムリをよく見かけますのは梅雨時とか雨上がりの時ぐらいで、乾燥した時とか、あるいはその冬場なんかにはあまり見かけないものであります。カタツムリの皮膚というのはナメクジもそうですけれど、水に対する透過性が他の陸生の昆虫などのとは違いまして、水の移動が起こりやすいという性質を持っています。その証拠に例えばナメクジを見たら塩をかけて溶かせなどと言われて駆除にされてきましたけれども、実はそのナメクジは溶けるのではなくって、青菜に塩の漬物の原理で脱水されて死に至るというわけであります。カタツムリの住んでいる環境というのは、いくらその湿ったところを好むとは言いましても、乾燥もすれば大雨によってびしょ濡れになる場合もあると。カタツムリの皮膚の透過性が高いわけですから、雨が降れば体液が薄まり、乾燥すれば体液の温度が濃くなってくるわけです。でカタツムリの行動というのはそれと関連してみますというと、薄い時には非常にそのアクティブに行動すると、で濃くなると呼吸用の穴を一つ残しまして、入り口のところに、それで休眠状態に入るということになります。でこれは一体どのようにしてコントロールされているかということになりますけれども、実はそのカタツムリの仲間にも脳があるわけです。脳の中には体液の音をキャッチするそういう神経細胞群があるんです。でその神経細胞群というのは濃度が低いと非常にアクティブに行動すると、で濃くなるというとその機能を停止するということでありますから、全て脳によってコントロールされていることでありまして、カタツムリ類というのは湿度が大体 60% ぐらいの状態では夜行性の日周期活動を示します。真っ暗な状態におきましても、常に明るい状態におきましても、決まって夕方から行動して翌朝まで動き回ります。それで日中は殻に入ってじっとしているというのが状態であります。でその他に、雨が降りますというと動き回る行動、それと乾燥した場合には、じっと殻の中に入って白い膜を張って乾燥に耐えるということが見られているわけであります。つまりカタツムリの行動というのは、夜行性の体内時計の他に水を受けて動き出す行動と、それと乾燥に反応して起こる休眠、それがあるということになります。ご承知のように同様にあるカタツムリの歌がありますけれども、それはでんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにあると、その次ですね、角出せ槍出せ頭出せとあります。角出せの角というのは目玉のある大触覚であります。頭出せの頭は頭ですから分かりますけれども、それではその槍出せの槍というのは何のことを言ってると思いますか。実はそのカタツムリは体の中に、矢を持っているんです。矢を、でその矢は交尾するときに
お互いにその刺激し合うのに使うものなんですけれども、石灰質からなっていて、まあ、再生もするというものなんですが、ですからカタツムリは恋をして恋の矢で相手の心を射るということになるのです。動物は普通オスとメスに分かれ交尾をして産卵または出産していますが、カタツムリはなんと雌雄同体なのです。オスの持つ精子とメスの持つ卵の両方を一つの個体が持っているのです。両方の生殖細胞を持っていてもほとんどは他の個体と交尾して精子の交換をしているのですが、自分の持っている精子と卵で繁殖する自家受精をする場合もあり、中には十数代も自家受精で繁殖したケースなども見られます。カタツムリの生殖腺ではオスとメスの生殖細胞が同時に成熟しますが、ナメクジ類では初めに精子の方が成熟し、しばらく間を置いてから卵が成熟するようになっていて差が見られます。カタツムリの頭をよく見てみると目がついている大きな触角の間に皮膚が盛り上がったような奇妙な組織があることに気づきます。これは頭竜と呼ばれる組織で、種類によって形が異なります。ヨーロッパ産の種ではキノコのようなものからイソギンチャクのようなものまで様々なものがあります。この頭竜は何のためにあるのでしょうか。梅雨時の繁殖期に2頭のカタツムリが出会うと、まず触覚でお互いに頭部を探り合います。そして頭と頭を突き合わせてしばらく向かい合います。するとカタツムリはお互いに頭竜を大きく膨らませ触覚を振り回して興奮するのです。この時頭竜からは性フェロモンと呼ばれる性的興奮を促す物質が出されているのです。ここでカタツムリは体内に隠していた恋の矢を出し、お互いに相手をつつき興奮を高め交尾に至るのです。交尾を終え数日経つと土や砂を掘ったところに産卵を始めます。ナメクジの交尾は体内にある交尾器を反転させて出し、巴型になった状態で見られるのが普通です。変わったものとしては木の枝から絡み合って垂れ下がる曲芸さながらのものが外国産の種で見られます。卵は背中に甲羅のない在来種ではブドウの房状に、また甲羅ナメクジではピンポン玉状に生み出されます。カタツムリの生殖器官系の成り立ちを見てみました。生殖口からは長い管が体内を曲がりくねっていますが、この管を順にたどってみましょう。生殖口から出た管は2本に分かれますが、その手前に大きな塊があります。これはマイマイ科に属する種に見られるもので、ヤノウと呼びます。ヤノウは恋の矢を入れておく袋のことで、交尾の時には体から出てすぐつけるように先端部が生殖口の方を向いています。恋の矢は皆似たような形をしていますが、切断面が種によって異なり、丸型、山型、金ピシ型などがあります。矢脳の先端近くには粘液腺が見られます。矢脳のついていない側が有性部に相当し、途中に継ぎ目になっている部分までが陰茎部梢と呼ばれ、その後に続く部分が陰茎本体になります。陰茎から先細りに出ている部分は弁状器といい、精子を袋に入れて保存しておくところです。そのため両精腺から出た精子は両精油管の出口からここに入ることになります。前に戻って矢脳のある側の管をたどると、受精脳と呼ばれる構造物までの間が膣となり、そこに続くのは両精油管と呼ばれ、蛇腹状の油卵管と油性管が一本化したものです。その先に半透明でゼラチン質の大きなタンパク線があり、
続いて見られる螺旋状の両生管の奥に真鰻の生殖細胞ができる両生線があります。カタツムリの生殖器官系の発達には生殖線から出されるところのホルモンが関係します。でこれを理解するためにはカタツムリから生殖線を摘出します。去勢をするんです。そうしますと付属器官である生殖油管とかタンパク線とかそういうものが発達が見られなくなります。退縮します。でそういう状態のそのカタツムリに生殖線を取り出して移植しますというとそれがまた元の状態に少しずつ戻っていきます。ですから付属器官の発達には、生殖線から出されるホルモンが関係するということが伺えるわけでありますけれども、カタツムリの場合には生殖線からは性ストロイドホルモンが出されるということが分かっております。で動物のホルモンというのはポリペプタイドとかあるいはタンパク質とかあるいはステロイドありますけれども、カタツムリの仲間はそのステロイドが関係するということであります。で具体的に言いますというとそれは有性ホルモンのテストステロンであり、あるいは雌性ホルモンのエストラダイオールであると、これがメインのホルモンということですけれど、人を含めた脊椎動物の生殖腺に入っているステロイドホルモンと同じ種類のホルモンがカタツムリ、ナメクジの仲間で作られているということであります。で前に見ましたカタツムリの頭竜というのはその中のテストステロンという男性ホルモンがそれをコントロールしているということになります。ナメクジ類では生殖腺は再生するんです。生殖腺の元のところ両性管ですけれども、これを切断しますと切断面に未分化の細胞が集まって一つの塊を作ります。それがだんだん時間が経つにつれてその中に卵と精子ができてくるようになりますけれども、実験的にまだ分化していない状態のものにホルモンを処理をするとどうなるか見てみますと、例えば有性ホルモンのテストステロンでは精子だけができてくるようになりますし、雌性ホルモンのエストラダイオールで処理しますというと卵だけのものが出来上がってくるんです。つまりオスのナメクジ、メスのナメクジが人工的に作られるということであります。これはホルモンのいたずらということになりますけれども、内分泌撹乱現象というのも人工的にやったということにもなるわけであります。これらの性ステロイドホルモンというのは昨今話題になっている環境問題と大きく関係してきます。つまり内分泌撹乱化学物質のことです。環境汚染物質の中にステロイドホルモンの代謝にいろんな影響を与えるものがあるとしますと、本来のステロイドホルモンができずに別の種類のステロイドホルモンができたりします。また我々を取り巻く環境の中にはステロイドホルモンと似たような構造をしているのがたくさんあるわけです。恐ろしいのは生物はその区別がつかずに類似物質と結合して反応してホルモン作用を起こすということなんです。これがいろんな形で見られる生殖異変の元になっているわけであります。昆虫や甲殻類の脱皮や変態の現象がホルモンによりコントロールされていることはよく知られています。昆虫に限らず人間においてもホルモンの分泌は大変重要なもので、分泌の異常が撹乱現象となってもたらす病気、例えば成長ホルモンの分泌の過剰による巨人症に、分泌低下による小人症、また甲状腺ホルモンの分泌異常によるバセドウ氏病やクレチン病などがよく知られています。内分泌撹乱化学物質による被害は全く関係のない弱い野生生物に奇形となって現れてくる生殖異変なのです。生殖器の異常に小さいワニ、オスの魚のメス化、人間でも精子の数の減少や睾丸停留、子宮内膜症や乳がんなどの増加が見られているのです。カタツムリの性ステロイドホルモンにつきましては、私がこれをもう二十数年も前にオランダの国際学会で発表したのがそもそもの始まりということに
なりますけれども、当時から非常にいろんな反響があったことで驚いたものです。なぜかと言いますと、当時のヨーロッパの海には得体の知れない生殖異変、巻貝の生殖異変が起きていたからです。いわゆるインポセクスと称するものです。インポセクスというのは英語のインポーズ、押し付ける、セックス、性ですね、の造語でありまして、押し付けられた性という意味であります。つまり本来の性であるメスにオスの生殖器官を無理やり押し付けられたということであります。大雑把に言いますと、言うとオス化を誘導するのはテストステロンでありますから、メスの体内のステロイドホルモン系に環境汚染物質が作用してテストステロンを多量に作り出したということであります。その後しばらくしまして、その原因物質は漁網とか、あるいは剪定塗料の構成成分であるところの有機質であるということが明らかになったわけであります。1970年代から80年代にかけての日本近海でもすでに巻貝の異常が見られていました。例えばマイ貝は本州南の沿岸に生息していますが、メスにペニスができ産卵不能になるインポセックス現象で漁獲量が激減し、絶滅の危機も指摘されたのです。このようにインポセックス現象はただ調べられていないだけで、だいぶ前から海産巻貝で発生していました。最近でもグリーンピースの報告によると、エーゲ海や地中海で有機スズが高濃度に検出され、シシリー島やスペイン南西部、ポルトガル沿岸までもインポセックスの巻貝が見つかっているとのことです。有機スズによる剪定塗料というのは、海の船ばかりでもなくって、河川とか湖沼の船にも同様に塗られてきたわけであります。ですからそこに住んでいる貝類にもそういう内分泌攪乱の影響があっても何ら不思議ではないわけです。しかし中には二枚貝のように交尾器のないものもありますから、そういう場合には生殖器官系を切って切片を作ってみる必要があります。淡水産のそういった巻貝の仲間でもそういった現象が見られて不思議ではありませんけれども、調べられていないと、それだけなんですね。それでその実験的に淡水産の巻貝で調べてみることを思いついて行ったわけであります。実験に用いましたのは俗にジャンボタニシと呼ばれている巻貝で、正式にはスクミリンゴ貝と称するものであります。なぜこれを用いたか言いますと、スクミリンゴ貝というのは田んぼの稲のわかめを食害する、いわば農業害虫とでも言われるものでありまして、駆除の対象になっているからであります。固有種を用いますというと、現象の一度をたどっているわけでありますから、そういう実験に使うのは控えるべきだと考えたからであります。自分が提唱しました生殖の性ホルモン摂取というのが正しいということを信じまして、まだやられていない炭酸のスクミリンゴ貝で実験をやったわけですけれども、果たしてその攪乱現象がどういう場所にどのような形で現れてくるか全くわからないであります。そういう状況の中でひたすら飼育実験を続けたことになります。で、濃度としましては有機スズ、トリブチルスズ、リッターあたり30ナノグラムであります。で、ナノグラムと言いますと、これは10のマイナス90グラムに相当しまして、10億分の1グラムということですが、非常に濃度は薄いわけです。このように非常に薄い濃度でも毒性はありませんけれども、長いことこれに浸しておきますというと悪さをしていろんな攪乱現象を誘導するということです。決して濃度が低いからといって安全であるということは全くないということなのです。処理をしまして酸化菌が過ぎてきた頃から、次第にそのインポセックスの現象がスクミリンゴ側に現れてくるようになりました。どういうことかと言いますと、言うとエラとユラン管の間にちょっと飛行した組織がありますけれども、そこで見られたのです。その先端の方に三角錐のような構造物が出てきました。これはペニスかなと思いましたけど、ちょうど真ん中辺に溝が入っておりますので、ちょっと違うなという感じを受けたわけであります。もっとしばらくしますというと、その後ろの方にちょうどその
杭のような形の構造物ができてきました。しばらくまた経ちますというと、その杭の先端からちょうどミミズがニョロッと出るような感じで、細長い紐状のものが出てきたんです。これがペニスなんです。ペニスというのはスクビリングマヤの場合くにゃくにゃした糸状の構造をしておりまして、本来はそれだけでは機能しえないんで、正常なものの場合にはペニスの鞘、ペニス鞘というのがありまして、その中に入っている水を通して交尾行動が行われるということになります。ですから内分泌撹乱現象が起きましたけれども、それはまとまってオスの形質が発現したのではなくって、バラバラにペニス鞘は前に、ペニスは後ろにという具合な構造物になったわけであります。インポセックスの状態が続きますというと、今度は輸卵管に油性管が分化してくるという非常に特異な現象が見られます。でこの時期を過ぎますというと、今度は極め付きとしまして、卵巣に性細胞が分化するというところまでいきます。でこのインポセックス現象というのは不感覚的に起きますから、もうその個体というのは生存できないということになります。卵を産めずにそれで終わってしまうということで結末を迎えるわけです。有機鈴は人には頭痛やめまい、嘔吐、神経障害などを引き起こします。日本の船舶業界では選定塗料に用いる有機鈴を規制し、1997年には生産を打ち切っています。しかし東南アジアでは野放しにしている国が多く、汚染された船が日本近海を行き交っているのが現状です。 IMO 国際海事協会では2003年から船体塗料の有機鈴を全廃し、内外塗料を使用する規制案が採択されました。しかし現在の汚染対策はなく、すでに塗装済みの船舶の規制もありません。そして有機鈴汚染は船舶だけとは限らないのです。ヨーロッパでは軟質塩化ビニールの安定剤として有機鈴が40年以上にもわたって使われてきており、海水浴用品や赤ちゃんのおむつからも検出されています。日本では塩化ビニール製の水道管の安定剤に有機鈴が使用されているので、家庭の水道からも溶け出してくる可能性があるのです。極めて最近になりまして、スクミリンゴ貝の生分化に影響を及ぼすのは有機鈴だけではないということが判明したわけです。それは私たちの生活の中で常に見られる化学物質なんですけれども、具体的にはビスフェノール A、 あるいはオクチルフェノールと称するものであります。でビスフェノール A とか、あるいはオクチルフェノールでスクミリンゴ貝を飼育しますというと、輸卵管だけが特異的に影響を受けます。非常にこの膨らんでみたり、そこに亀裂が入ったりする現象が見られました。これはスーパーフィメール、超メスといいますか、そういった現象、それが現れたわけであります。ビスフェノール A というのはプラスチックの、とりわけ塩化ビニールの安定剤とか酸化防止剤として使われているものですけれども、その他にはポリカーボネートの食器とか、あるいはエポキシの樹脂、それから缶詰のエポキシコーティング、内部のコーティングするものなどにも含まれているものであります。でこれらの物質というのは工場からだけではなくって、普通の家庭の生活排水の中にも含まれているものであります。で日本の河川をいろいろ調べてみますというと、濃度の多い少ないはありますけれども、大体まあ 36% ぐらいの河川でビスフェノール A が検出されているということであります。で一方のオクチルフェノールというのは工業用の、海面活性剤、あるいはプラスチックの過疎剤の中に入っているものでありまして、最近の情報では魚がオスがメス化するという現象、これが見つかっている、そういう内分泌撹乱作用があることが知られております。水環境の汚染というのは人の生命にも非常に深刻な事態を引き起こすことが考えられます。
いくら濃度が低いと言いましても水俣病の有機水銀とか、あるいはカナダのオンタリコにおける PCB の汚染のように、食物連鎖の過程で大きな濃縮が起きるということであります。つまり微生物による有害物質の摂取、それを食べるプランクトン、それを食べる甲殻類の仲間、それを食べる小魚、それを食べる大きな魚という食物連鎖の過程で非常に強力にその生物濃縮が起きるということです。最終的には人間が食べる魚の段階では当初の濃度の2000数百万倍にもなっているわけであります。でその濃度というのは毒性発現の量をはるかに超えているということになります。ですからいくら濃度が低いからといって決してその安全なものではないということです。とりわけその人工化学物質というのは注意をしなければいけないということになります。環境に排出された化学物質により巻貝に生殖異変が起こることはこれまで見てきた通りですが、私たちが暮らす町のカタツムリに異常が見られてからでは手遅れなのです。最近は環境に優しい商品開発も進み、撹乱作用のある化学物質が出ないものに変えられつつあるのも事実です。しかし依然としてそうではない商品もまだたくさんあります。商品にはその安全性がわかるようなマークがついていますから、購入するときはこれらのマークを常に監視し、内分泌撹乱化学物質などが含まれていないものを選ぶ上手なエココンシューマーになるよう心がけたいものです。地の最先端から原点までを自由に旅する、高度な専門教育、そして充実したキャリアデザイン、小さな発見や好奇心をしっかりと深めていく、社会のため、そして未来のために行動する知性、中央大学。